4月1日月曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。外雨止みましたね。傘閉じています。ただ上空見るとグレーです。あと近所にあります旧芝離宮恩賜庭園ですね、桜が結構もう花開いてますね。このお天気ですので青空にくっきりとこの桜色とはいきませんが、いやそれでも何か嬉しくなりますね。今朝のコメンテーター、経済評論家常念司さんです。常念さん、はい、8時台ですね。いや未知の世界に突入しましたね。はい、いい音楽じゃないですか。初めて聞きましたけど、今日ね、でもあの最終回スペシャルということで、最終回じゃないから今日からだから、4月1日からね、最終回の今日はだから拡大、今日は最終回特番、いつからそれは最終回を迎えるんでしょうけど、今日からスタートですからね。今日最終回って聞いてない、聞いてない、聞いてない。まあ毎日ね、来週からおはようジョネちゃんでお願いします。いやジョネちゃんでね、聞いてます。いやあのジョネちゃんで行くんだったらアシスタントで私頑張りますから。第1回ゲストで来ていただいて、ゲストかい、原稿読んでもらおうかと思って。ニュース原稿はもうお任せしますみたいな感じで。いやだけどね、これ、聞ける範囲で聞いてくださってるかとは思うんですけど、8時ってのもいいもんですね、これね。8時ね、いや本当にやるんですか。いや、やりますよ。ネタがだってもうないですよ、ね、やります、あります。今言ったらもうだって、あのスタッフの、ネタどうしようとか言ってんてこまい。いや、そんなことないですよ。ネタ持ってかーいみたいな感じ。そんなネタ持ってかいって、お寿司屋さんじゃないんだから。予想外に多くの客が訪れちゃって。こっから全部イカしかないよ。卵とかね、全部イカ、かんぴょう、かっぱ巻き。それはそれで美味しいもんですから。イカとかんぴょうとかっぱ巻き、あとおしんこ、でも正直に言います、ネタって多い時と少ない時ありますからね。市場が休みの時とかね。そうなんです。ネタないんで全部かんぴょう巻きになっちゃう。かんぴょうはかんぴょうでね、慣れれば美味しいですから。そうですね、酢飯すらないみたいなね。いやそれはまずいね。酢飯がね、かんぴょうだけかよと。かんぴょう、かんぴょうご飯ですね、もうね。それカンペはカロリーは少なめかもしれないけど、今日もなんかちょっとふりかけの可能性がありますよ。いやそれじゃちょっとね、大してニュースないでしょ今日。いやありますよ、いろいろ。そうなんですか。まずガンダムからいきますか。あ、これはすごいニュースですね。でしょ、時事通信です。横浜市の山下埠頭にある実物大の動くガンダムの公開が昨日終わったんですね。で最後の勇姿を目に焼き付けようと大勢のファンが詰めかけ別れを惜しんだと。実物大の動くガンダム、これジョネさん見たことあります？実は ね俺これ言ってないんですよ。ずっとあると思ってたんだ。そう、永久にあるかと思ってたんですけど、お台場のガンダムはね見ましたけどね、何度もね、あの前のガンダムとかあの RX78 もユニコーンも両方見ましたけど、動くやつは見てない。そうか、でも動くって超スローに動くだけなんですよ、マグネットコーティング前のガンダムですよこれね。あ、そうなんですか。ちょっと詳しいことはよく分からないです。マグネットコーティングしないと早く動けない。あ、そうなんです。マグネットコーティングしたやつをぜひ今度見せて。そのあたりの詳しいところはちょっとジョネさんにね、お任せするとして、でこの実物大の動くガンダム、アニメ機動戦士ガンダムの放送開始40周年の記念事業の一環で2020年開業のガンダムファクトリー横浜の中で公開されました。で全長はアニメの設定と同じおよそ18メートル、重量25トン、腕足など全身24箇所のパーツが動いて発進時のポーズを再現するなど本物さながらの迫力を体感できると人気を呼びました。横浜の新しいシンボルとして国内外の観光客らに親しまれてきました。で神奈川新聞によると、当初はですね2022年3月で終了する予定だったんですが、継続を望む声などから2度延長しました。で今年2月には累計入場者数が150万人を超えました。最終日の夜にはドローンのアートショーや打ち上げ花火による特別演出が披露され、来場者を楽しませました。会場を訪れたテレビアニメシリーズ総監督の富野義行さんは、この場所だからこそできた、これがファイナルではない、ネクストを開拓してくれるのがガンダムシリーズだと確信していると語ったといいます。常念さんガンダムお好きですけどもね、そうですけど、私はねガンダムのそのなんていうんですか、あの衝撃ですよね、子供の頃、衝撃がやっぱ、それでガンダム好きになったんですけど、それまでのその、ロボットアニメっていうのは基本的にスーパーロボットなんで、主人公メカがあってですね、でそれが最強で、武器の名前を叫びながら攻撃するみたいな、そういう感じだったんですけど、大胆3なんですよガンダムの前はね、大胆3でちょっとこうなんか大胆3自体がちょっと兵器のような使われ方をし始めていたんですが、ガンダムではそれが顕著で、量産が
型ザクっていうのはもうびっくりですよね。量産型、量産型、敵がだから敵のモビルスーツザクなんですけど、量産型なんですよ、兵器なんですよ、ザクが、ロボット兵器なんだみたいな徹底してたわけですよ。ロボットが兵器、はい、でビームライフル撃つ時もいいね、あの弾数が限られてるし、リアルだなと思って、まあ、実際には全然リアルじゃないんですけど、いわゆるリアルロボットっていうのが、まあ、これぐらいから始まって、でこれも急速にこのリアルロボット路線でガーッとこう進化してって、ガンダムって確か僕が小学校3年生か4年生ぐらいだったんですけど、僕が中2になる頃にはですね、もう装甲騎兵ボトムズというですね、もうこのリアルロボットアニメの最高傑作みたいなのまでもう4年ぐらいで一気にたどり着いてしまうというですね、まあ、だから あくまでもガンダムは話が好きなんであって、別にガンプラ俺2個しか作ったことないし、あでも作ったんですね、ガンダムとザグぐらいしか作ったことないです。でもガンプラ別に、なんかガンプラからガンダム好きになった人多いんですけど、もともとだからオリジナル あの本放送 あのガンダムから見てますから、はい、最初に見たのでもね、あの初回から見てないんですよ、途中から見たんです。あのコアファイター脱出せよっていう回があるんですけど、その回から見たんですけど、なんだこれと思って、そっから毎週見るようになって、でたびたび再放送 やってんのね、まあ、全部見てたんでセリフとかもいっぱい覚えてるわけですけど、そうですか、はい、なんかまあそういう話が好きなんであって、まあ、別にその、まあ、こういうだから大人の、ね、大きいお友達向けのこういういろいろありますけど、まあ、見に行くよたまに行くけど、はい、いやでもガンダムってそこじゃないんじゃないのって俺は思うんですよ。そうか、捉え方がね、捉え方が、ガンプラとかこういうさ実物大っていうのはまあそうだけど、一応ね、はい、あのボトムズのスコブドッグもね稲城市にあるんで見に行きましたよ。そうなんです、行きましたけど、まあ、写真撮って映えてウェーってだけの話で、はい、やっぱそのボトムズは別にそのね、実物大のスコープドッグが好きなんじゃないですよ、ボトムズが好きなわけですから、はい、ガンダムも同じです。そうかそうか、実物大があるなしとか、うん、そういうところとはまたちょっと違うね、はい、まあそうですね、まだガンダムはだからまあね、一応逆シャーまで、逆襲のシャーまではいいんですけど、まあね、あのダブルゼータはまあ存在しなかったことにしてですね、はあ、ユニコーンもいいんだけど、でもだんだんなんかスーパーロボットみたいになってきて、そうなんですか、サイコフレームが出てきてからもうなんかもうみんなスーパーロボットになってきて、ガンダムナラティブなんてちょっと見るに耐えなかった感じで、もうやめてくれみたいな、それ以上もそれボトムズにも言えるんですよ。いやだけど今常念さんの話聞いててもちんぷんかんぷんなんですよ、ね、だけどなんか情熱はあるなっていうね。いやボトムズもペールゼンファイルズあれやってよかったのかとか結構微妙な感じで、もう中入っちゃってるじゃないですか。いやもうだからあそこでもうせいぜいだから最後のあれですよ、あの野望のルーツですね、ボトムズ最高傑作なんですけどね、これ、オリジナルビデオアニメ、はい、あの、まあ、野望のルーツで終わりにしとけばよかったかな、各役たる異端はいらなかったかなみたいな、全部覚えてますね。いやてかね、いろいろ考えたガンダムもだからやっぱ逆者でも終わりでよかったんじゃねえのとか思うんですけど、なんかほら偽ガンダムいろいろあるでしょ。そうなんです、まあ、ガンダムシード偽ガンダムって言うと怒る人いるかもしれないですけど、まあ、僕からすればあれも申し訳ないですけど偽ガンダムですよ。そうですか、ここら辺だあれは偽ガンダムだと、ま、巻き起こりそうな、あれは偽ガンダムだと、だからスーパーロボットじゃいけないんですよガンダムがね、うん、だって最後やっぱガンダムやられたわけじゃないですか、最後アーバーワークでね、最終回ガンダム、そうそう、ラストショットでもうあのジオングに首打たれて、で、あのもう半身ビームで半身溶けて、でガンダムもそこで破壊されるわけですよ。やっぱスーパーロボットだけど最後主人公目が破壊されるっていうのも、これも結構ガンダムやられたみたいな、そうやられちゃいけないわけですよ、ダイタン3とかね、でボルテス5はやられないんですよ、ガンダムはやられちゃった、最後やられちゃったんですよ、ジオングにね、そうそうそう、ということなんで、でもそれ以降のガンダムってやられないんですよ。いやなんかジョネさんの話聞いただけでもうお腹いっぱいになっちゃったみたいな、ね、やられないガンダムってどうなのよって思う。そんなこと言ったら走行機ボトムズ、ボトムズなんてもうキリコが乗ってる AT、キリコが乗ってるんですか、キリコっていうのは主人公なんですけど、キリコが乗ってる AT はガンダムでいうとこのザクですからね、量産型のドッグタイプの AT っつって、もうそこら辺にスクラップで転がってるようなやつを組み立てて乗るみたいな感じで、やられるしバンバンやられるし、そうなんですよ、めっちゃやられますよキリコ乗ってる。ジョーナさん次の授業はこれだな。いや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 、いやだからちょっとだからこれスーパーロボットみたいになってガンダムってのはどうなのっていうのは前からあって、いやだからまあ横浜行かなかったんですけど、はい、別に俺の中ではこれは別にどうでもいいんですよ、はっきり言って私のガンダム愛はそこにはないんです。違うんです、はいはい、いろんなガンダム愛があるんだってのがよくわかりました、はいはい、今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら、日経新聞、円相場急変なき介入警戒。市場が政府日銀の為替介入に身構えています。市場で為替介入への警戒が高まったのが3月27日、財務省金融庁日銀が情報交換会合を開いたことがきっかけです。円相場が1ドル151円97銭と1990年以来の
円安水準をつけた後のタイミングだっただけに、政府は152円を介入の防衛ラインと見ている可能性がある、まあ、こういう見方が浮上しました。主な論点は、財務省日銀は本当に円買い介入を実施するのか、介入が実施された場合円安を抑止する効果はどの程度あるのか、まあ、この2点と言われます。まず円買い介入の実施についてですが、市場はまだ半信半疑と言えます。3月27日3者会合の開催、これが伝わりますと、外国為替市場では1ドル151円台前半まで円高進みましたが、円買いがそれ以上膨らむことはありませんでした。鈴木財務大臣、3月29日の記者会見で、152円が円買い介入に踏み切る水準かと問われますと、水準が問題ではなく動き変化に注目していると述べました。その上で具体的な防衛ラインはないと明言。円買い介入の効果についても市場では懐疑的な声が多いと言います。2022年10月21日の円買い介入額5兆6202億円で、1日あたりの規模はデータを公表している1991年4月以降の円買い介入で最大でした。それにもかかわらず円相場は1年ほどで151円台後半まで再び下落、日米金利差、貿易収支の赤字定着に基づく円安圧力が強いことを示すといいます。円相場急変なき介入に警戒ということなんですが、常連さん、これはどうご覧になりますか。本当バカな記事ですよね。鈴木財務大臣に152円で介入するんですかと、はい、152円で介入いたします。言うわけねえだろお前。あったわ。そりゃそうだ。バカじゃねえのこの記者。言うわけねえだろ。152円で介入するんですか。はい、152円で介入を予定しておりますので、皆様そういうおつもりでよろしくお願いしますなんて言おうもんなら大変なことになりますよ。これなんで大変かというと、為替介入の効果が多分ほとんどなくなっちゃうということ以上にですね、財務大臣が望ましい為替レートについて発言してはいけないんですよ。日本は変動相場制でしょ。望ましい為替レートなんてないのよ。それは市場が決めんだからさ、ね、それいくらですとか言って言って鈴木財務大臣が言ったらこれ大変なことになってしまいますよね。はい、それからあとなんかこの記事だとね、効果は限られてると、介入の効果についても市場では懐疑的な声が多いって、いやそれはそうですよ。効果あっちゃいけないんだよ。これ為替誘導であってはいけないの、はい、為替介入の意味分かってますか、日経新聞さんと。あんたあのね、FX とかやったことないのとか思うんですけど、これはね、まあ、前の時間でも言いましたけど、ね、うれーと円売りだとね、円売りだ、ヒャッハーとか言ってモヒカンがブーンとか来るでしょ。バギーみたいなのってブーンとか来た時にもうあれですよ、もう冷や水、氷水というかもう頭の上から氷が落とすぐらいの勢いでドーンってやるわけですよ。ぐちゃってなるでしょ。それでうわーってもうみんなやられて、ヒエーとか言ってもうぐちゃ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 ってなって、はい、なんかもうなんかファンドとか潰れたりするんです。はい、短期的ですからね。そうそうそう、何個かやられちゃうんですよ。でぐちゃぐちゃってなって、うわやべえっつってみんな、真っ青になって一回逃げるんですよ。そんで逃げた時にはーって一回落ち着いて、いやこれ良かったのかなみたいな時間ない。そういうこと、ね。その効果しかないんだから。はい、ね、為替介入で為替誘導をしてね、望ましい為替レートを実現するためにやってるっていう前提でこういう書き方してるでしょ、はい、為替介入したけど1年で値が戻りましたって、うん、そりゃそうだよ。為替介入でそんな値をね固定したら大変なことで、それ固定相場ってことでさと、はい、全然そんな制度じゃねえからと、いうことなんで、はい、キャッハーってきたやつにもう本当に氷の塊を頭の上から落として、ぐちゃって感じです。本当に、はい、その目的があると、冷水どころじゃないんですよ。もう何人かお亡くなりになる感じなんです。それぐらいやばいんですよこれ、やられたらね、はい、だからその自分がその何ですか、そのこう氷爆弾みたいなやつに当たったら大変なんで、みんなすっげえビビってんですよ今。どうしようかな、どうしようかな、来るのか、そうそう、行っても来ねえかなとか、でも行ったら儲かりそうだなとかいうので、みんなこうそういうこのねモヒカンの皆さんの中にだってこう葛藤あるわけ、はい、モヒカンズにも、それも全然分かってないですよねこれ。何書いてんのと、トンチンカンな記事なのと、何書いてんのっていう、取引したことないだろ、FX でと、ね、本当に文字通りお亡くなりになるぐらいの大インパクトですよ。そうなんですね。まあ、ジョネさんもね一回解けたことがある、一回とか二回ぐらいやられてました、ね、はい、一晩でね800万解けたことある、最大で。それもう解けるのか、あやっちまった、
ていう感じ。もう頭が真っ白になります、やばこれ良かったのかなと真剣に考えますよ。喜びも悲しみも25倍、25倍です、レバレッジ25倍ですから。そうなんです、いやなんでそういう効果なんですよ、やべこれ良かったのかなみたいな、痛みたいな、すごい痛いんですけどみたいな、もう本当体に穴が開くぐらいの、もう衝撃なんですよこれ、食らったらね、たまたまそのタイミング食らったら、だからみんな食らいたくないので、こうなんか出たり入ったりして、そういうことなんですね。そうなんです、はい、その射程から逃げようとするんですけど、まあ、来るときは大体逃げられないんですけどね。そうですね、一網打尽みたいになるんですけど、黙っていくわけですからね、ドーンってなって、うん、で、あやべ何やってんだろう俺っていうのはちょっとしばらくそれでこう市場がね、はい、冷静に考えて、うん、やりすぎじゃねえみたいな感じでこう、まあ、相場が転換していくと。前回もそうだったんですよ、はい、その相場がもう転換してもいいんじゃねえかってところ、いやまだいけんだろうみたいなやつらに、いやまだいけませんよと、ね、氷の塊10トンぐらいお見ましたんですよ、そしたらぐちゃ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 ぶちゅーみたいな感じになっちゃったわけです、はい。さあそれではワールドニュースピックアップいきましょう。こちら昨日の読売新聞、ウクライナ電力不足懸念、ロシアの大規模攻撃で発電能力半減。ロシア軍がウクライナの火力水力発電所を標的に大規模な攻撃を繰り返し、電力不足の懸念が広がっています。ウクライナ最大の民間エネルギー企業 D-TEC は、先月29日一連の攻撃で発電能力の半分が失われたと明らかにしました。ウクライナ軍によりますと、ロシア軍は先月29日未明、ウクライナ東部ドニプロペトロウシク州など6つの州のエネルギー関連施設を一斉攻撃しました。ミサイルは39発中26発、無人機は60機中58機を撃墜しましたが、発電所などが被害を受けました。 D-TEC は火力発電所3カ所で深刻な被害が出たと発表、攻撃がより正確で集中的になっていると指摘しています。ロシア軍は先月22日にもウクライナ各地のエネルギー関連施設に大規模攻撃を行ったばかりでした。ロシア軍がウクライナの火力水力発電所を標的に大規模な攻撃を繰り返しています。常連さん、これはどうご覧になりますか。まあ、だからウクライナを凍えさすっていうことでやったんですけども、はい、春になっちまいましたけど、まあ、来年のこと考えてやってるのかもしれませんね、はい。まあ、いずれにしてもこれはテロですよね、民間インフラを、ね、狙ったね、完全に戦時国際法に違反した行為なので、これロシアの行為ってのはもうこれはテロだと、テロ国家だというふうに言っても何も問題ないんじゃないかなと思います。テロ、はいはい。で、一方ウクライナはロシアの石油精製施設への攻撃を繰り返しています。ウクライナゼレンスキー大統領は先月29日付のワシントンポストのインタビューで、石油施設への攻撃についてアメリカの反応は肯定的ではなかったと明らかにしました。アメリカ原油価格上昇を懸念して攻撃に否定的だったとされます。ゼレンスキー氏は、大統領は我々は自分たちの無人機を使った、誰も使えないとは言えないと話し、攻撃は正当な権利だと主張しました。ウクライナがロシアの石油精製施設への攻撃を繰り返しています。これはどう受け止めますか。これはね、さっきのね、はい、ウクライナに対するその、まあ、ロシアの攻撃と、はい、ロシアに対するウクライナの攻撃、何が違うかというとですね、被害が出た後直せるか直せないかというところは全然違うんですよ、はい。ロシアはね、制裁食らってるので、これやられた製油所ね、直せないじゃねえかと、はい。だからもう今ね、ガソリンで 7% ぐらい、製油量全体だと、まあ 10% から 25% ぐらいもう、マイナスになってるんじゃないかと、はい。でロシア自体が今ね、ガソリンの輸出禁止してるんですよ、ガソリン足んなくて、でね、ベラルーシからね、原油入れてんじゃないかと、あ、原油というかガソリン入れてんじゃないかと、でもベラルーシにそんな生成能力ないの で、でベラルーシだって大して物資ないですからね、貧乏な国ですから、はい、困ってるというのがニュースになってるぐらいなんで、ルカシェンコ大統領のね、そうですね、だから、まあ、ウクライナの各国の援助によってこういう発電施設もね、それこそ日本がこういうの援助したらいいんですよ、殺傷兵器じゃないし、発電インフラね、もう大々的にこれ日本から持ってったらいいと思うんですけど、まあ、直せるのと直せないっていう差がありますよね。だからそういう意味で言うと経済制裁やっぱ効いてると、経済制裁効いてないとか言ってる人いますけど、なんという、こう不見識なことを言うのかと、直せねえじゃんロシアと、経済制裁なかったらこれすぐ直せるんですよロシアも、はい、でもあるから直せないわけでしょ、聞いてるで何が問題なのって思うんですけどね、変なこと言う人いますねテレビでね、はい、はい。続いてはこちら、毎日新聞、ガザを広島長崎のようにアメリカの議員原爆投下を促す発言。
アメリカの下院ウォルバーグ議員共和党ですが、先月30日までにイスラエル軍が侵攻したパレスチナ自治区ガザに関し、長崎や広島のようであるべきだ、早く終わらせられると話し、原爆投下を促すような発言をしたといいます。ウォルバーグ議員の報道担当はワシントンポストに、イスラム組織ハマスという敵に早く打ち勝つための例えだったと説明しましたが、ウォルバーグ議員の地元ミシガン州の民主党議員からはおぞましい発言と批判が集中しました。ウォルバーグ議員は3月25日ミシガン州の有権者集会で、ガザへの人道支援のためアメリカが進める臨時の埠頭建設の必要性を問われ、人道支援には一銭も使うべきではないと答えた後、広島と長崎の発言を続けたといいます。また付け加える形で、ロシアが侵攻したウクライナにおいても同様だと話し、人道支援よりもプーチン大統領率いるロシアの一層に全ての資源を投じるべきだ、このように主張したといいます。アメリカ共和党議員の原爆投下を促すような発言ということなんですが、ジョネさん、これはどうでしょう。最後に言ってることは正しいですよね、はい、プーチン大統領の、ね、率いるロシアを一掃するような、それぐらいの、資源を投じろというところはいいんですけど、はい、途中で言ってることがですね、2つぐらい大きく間違えてて、まずですね、ガザを広島長崎のようにしろと、その例えが良くないというのはその通りでね、もうこれはもうふざけんなって話なんですけど、さらに言うとですね、ガザにその原爆を落とせってのはこれジェノサイドですよね。ハマスに勝つために皆殺しにしろってことでしょ。これダメですよ、これだから、国際秩序というか国際法違反なんで、こういうことをその議員が言っちゃいけないですよ ね。ちゃんとウォルバーグさん、そのアメリカの大学出てると思うけど、国際関係とかですね、国際法のことちゃんと勉強して発言してください、極めて不見識だと。そうですね、さらに言えば広島長崎を例えに使うなんて言語道断だろうと。本当です。これアメリカ国内でもいらなかったんじゃねえかと言われているようなね、ものですから、何を言ってるんだお前はという話ですよね、最後だけは合ってますけどね、結論だけはね、プーチンを一掃しろと、それはその通りなんですけどね、でイスラエル軍とイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザで続ける戦闘の休止に向けた間接交渉が3月31日仲介国のエジプト首都カイロで再開されるとエジプトメディアが報じています。ただ双方の隔たりは大きく、交渉の先行きは不透明と言われます。イスラエル当局者ロイター通信に代表団をカイロに派遣すると話しました。ハマス側はイスラエルと仲介役との協議結果を待つ考えを示しました。休戦案は6週間の休戦、戦闘の休止期間にハマスが人質40人を解放するなどの内容とされます。イスラエルはハマス壊滅を目指し、休戦後の戦闘再開を狙いますが、ハマス側恒久停戦、ずっと停戦ですね、あとイスラエル軍のガザ撤収を要求しているといいます。イスラエル軍とハマスの戦闘休止に向けたこの動きです。ジョネさん、こちらいかがですか。ネタニヤフ政権がですね、戦争をやめると終わっちゃうんですよね。ただね、戦争続けてもね、終わるかもしれない可能性が一個出てきてて、ユダヤ教の正統派の人たちね、ほら髪の毛ちょっと伸ばして黒い服着て帽子かぶってる、あの人たちが作ってる、割と極右政党があるんですけど、極右政党であるんですが、正統派の人っていろいろほら戒律守って生活しなきゃいけないんで、兵役をなんか免除されてる、特別扱い受けてるのね。でそれがもう兵隊足らないんで無理なんじゃねえかみたいな議論があって、でそれを俺らから徴兵するんだったら、じゃあもう連立抜けるぞみたいな。そうか、解消しちゃうぞと。連立抜けちゃうとね、5議席ぐらいしかなんかもう与党は上回ってないんで、それすごい少数政党なんですけど、抜けちゃうとなんか政権維持できない、崩れちゃうんですね、いうことなんですけど、ただね、野党の方のね、ガンツさんもね、今回の攻撃はいい攻撃なんだみたいに言ってるので、戦争終わるのかどうかね、分かんないですけどね。ネタニヤフはでも少なくとも戦争を続けないと終わっちゃうやつなんで、ネタニヤフがいなくなれば、戦争終わる可能性はちょっと高まるかなと。ネタニヤフ首相訴えられてますからね。そうなんですよ、裁判もあるし、首相を辞めたらもう捕まるんじゃないかと言われてる男ですけどね、ただお兄さんはね、英雄なんですよ。エンテベ事件でね、突入した特殊部隊の指揮官で唯一亡くなっちゃった人なんですよね。でその時人質は本当奇跡的に全員解放するんですけど、テロリスト全員射殺してね、唯一イスラエル側の被害っていうのが、そのネタニヤフ氏のお兄さんなんですよ、ネタニヤフ中佐といってですね。でその旧国の英雄の、弟さんというのが実はあるんですけどね、はい、はい。
世界的観光地ナイアガラの滝があるカナダ東部オンタリオ州のナイアガラ地域、4月8日に現地で起きる皆既日食に多数の観光客が押し寄せるとして非常事態宣言を発令しました。100万人近くがナイアガラ地域を訪問し、住民の生活に支障が出る恐れがあるといいます。非常事態宣言3月28日に発表、皆既日食メキシコ、アメリカ、カナダなどの一部で観測できます。部分日食が観測できる地域はありますが、日本では見られないと。オンタリオ州で観測できるのが1979年以来で、ナイアガラの滝、日食を観測するのに最も適した場所の一つだとアメリカ紙のナショナルジオグラフィックで紹介をされたと。当日大渋滞が起きるほか、携帯電話が通じにくくなったり、警察消防といった緊急サービスが受けにくくなったりする恐れがあり、事前に備えると。ナイアガラ地域当局ウェブサイトで、事前に車に給油したり食料品を買ったりするよう進めていると。皆既日食で観光客が殺到する恐れにより非常事態宣言を発令と。こうすごい地域になっちゃうんですね。すごいことになりますね。ナイアガラーっていうんで株が暴落しちゃう。いやいや、それは常念さんのいつものね、ナイアガラザーだから。ナイアガラドーンかと思ったら違いますね。皆既日食ってあれですよね、はい、妖怪が出る時ですよね。妖怪出るんですか。皆既ですから。あ、皆既、その皆既じゃないから。全てただの日食じゃなくて全部隠れちゃう。あ、だ全部そのもう妖怪に入れ替え。いやいや、 それ怖すぎるでしょ。百鬼夜行が起こるんじゃない。そしたら北流を呼ぶしかないじゃない。そういうのあるんだねえ。これでみんな闇落ちでみたいな、ナイアガラから非常事態宣言。非常事態ですよ。非常事態起きますから、ナイアガラ大変ですよ。皆既、皆既ですからね。恐ろしいですよ。はい、時刻8時40分です。今朝のコメンテーター、経済評論家常念司さんです。今入ってきた情報です。あ、8時50分に発表されたばかりですが、日銀が今日発表した3月の全国企業短期経済観測調査、短観ですね、大企業製造業の景況感を示す DI 業況判断指数です。これが前回の2023年12月調査プラス13から2ポイント悪化してプラス11となります。ありました。悪化は4期ぶり。業況判断の DI 景況感がいいと答えた企業の割合から悪いの割合を引いた値のことです。で、日銀は経済の実態を正確に把握するため調査対象の企業を3月の調査から見直しました。見直し後のベースでは23年12月調査の大企業製造業の業況判断 DI プラス12からプラス13に修正されたと、まあ、こういう今ニュースが入ってきましたね。なるほどね。2ポイント悪化ですが、前回の2023年12月の調査から業況判断指数 DI は、2ポイント悪化してプラス11、悪化4期ぶりということですね。まあ、上がったり下がったりしますから、まあ、それそうでもまだプラスなんですね、水準的には。そうなんですよ、水準的にはプラスだけど、まあ、伸びが鈍化したと、はい、そうですね、いうことだと思うので、まあ、だからこれは悪化、まあ、確かにね、まあ、悪くはなったんですけれども、ね、悪化ですけど、どうなんですかね。これでだから過剰反応して、はい、売買とかの、ね、判断を誤ると損しちゃうんですよ、はいはい。やっぱりなんか長期的にはやっぱり企業っていうのは物を作ってる会社、組織でしょ、はい、物を作ってるところは要はインフレの時って物の値段上がるわけですから、それを作ってる組織の価値も上がって当然じゃないですか、はい、極めて単純なロジックで、もうインフレ転換したらもう株買うしかないじゃないですか、あというか日銀がほら前のね、白川ね、はい、白川の時前という話ですけど、はい、白川の時は白川の時にはその、まあ、デフレ容認してたんで株価なんてだだ下がりでしたけど、はい、あれを転換するだけで株価上がったでしょ、転換するだけで上がるなと思って僕は買ったんですよ、でも本格的なインフレになったらもっと上がるなと思ったので、はい、まあ、もう一度買い直していると、言った通りにやってます、行動します、はいね、はい、株上がるよとか言っておいて俺は買ってないみたいな、そういうことはないです。俺は買いますね、はい、下がるよって言ったら自分で売ってます、この短観が出たからって言って何か株に影響するとかそういうことはあまりないですかね、まあ、いろんな判断する要素の一つにはなります、なりますか、はい、目先こうなって、でもまあ将来的にはこうなるっていうシナリオ大事なんですよ、はい、いつ何が来るか分かんないですけど、この順番で来るみたいなのは予想しておくのが大事かなと思いますね、はいはい、常念さん今朝もありがとうございました。ありがとうございました。この後は国丸食堂をお送りします。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。